今回は銀閣ですねのジャングルの動画になっています。味方が野良募集した方たちと私でやってる状況ですが、まあ白麗がいますので MM なしですね。でサポートがトラキ、ミッドが白麗のボットがナータ、トップエンマですねという構成で、敵もこんな感じです。まあ地獄天ジャングルですね。まあうお、いいエンマ毒爆、いや普通にコインに誇張けんかったらいけそうでしたね。これワンチャン地獄天 FB じゃないか、フラッシュないですからね。サポートアシストがない、最悪ですね。やりましたね完全に。いやこれが、コインに突っ込んだやつの末路ですね。いやマジめちゃくちゃ来るじゃん。いや赤バフファイトしてめちゃめちゃ来るなマジで。そんなに来る。で銀閣に関しては、中国孫騎がキーボードを使ってバカ暴れてたのがありましたので、まあ、そこも含めてですね、中国側はわりかしキーボードを使ってる人が多い気がしますね。まあ、そこの、キーボードの、現中でキーボードの動画を、いや、どの順番で上がっているか分かりませんが、まあ、私がキーボードを使うのは現中か、銀閣ぐらいになりますので、まあ、その中の一つで銀閣を、今更かというところで上げてます。銀閣は、クールダウンを、応援団の方で入れないといけないですので、そこだけですね。注意しないといけないの、まあ、このクールダウンを、応援団に入れていくことで何が違うかと見て分かる通り、青バフ持っててクールダウン詰めてますので、バカバカにウルト最中にスキが回るんですよ。序盤からインチキですね。でこのインチキ回しからキルが流れて、そのままスノーボールするというのが中国式銀閣のやり方ですね。なので、まあ、これをやるんであれば、やはり圧倒的に娘のところは、クールダウンの 1.8 かな×5 個で 8% と、茨で 5% で 13% を応援団で増すと。で、最初に、8頭放置して、そのまま靴直に行って 15%、青バフで 15% で 43.5% ですね。で、黒のこのやつを買っておけば、青バフなくても 40% 以上確保できるという、まあ、青バフなしの状態で、バカバカクールが回るというようなのが、この銀閣のやり方のコンセプトです。で、もちろん、キーボードによって火力が増し増しされますので、序盤からそこそこ戦えるかなというところで頑張ってみてください。私は銀閣うまくありませんので、ガチャガチャするしか能がないですが、立ち回りを私に求めないでください。あ、そうなんだぐらいで見といてくれれば、あ、でもクールは確かに早く回るなぐらいでちょうどいいと思います。お、地獄天がなんか書いてますか？いただきちょいですね。ここに来てもう早すでに5キル目ですね。はい。7-2で私がもうこれはスノーボール確定ゾーンに入ってますね。ただ敵が非常に今回地獄天、百目、毛量といったような形で魔法が肩なんですね。なのでこうなってくると、魔法に対していけてるような武器って、まあ、浜の斧っていうのがまあ流行りのやつがあるんですけど、銀閣で浜するかと。ただ逆に防具で防毒だったりとか、まあ、お守りっていうね、まあ、銀閣ビルドがスキルビルドと、通常スナグリビルドってのがあるんですけど、私はスナグリビルド嫌なんで、殴りビルドをしないんであればやっぱり回復お守りよりかはまあ、浜の斧かなというところで浜の斧に行くんですが、やはりおとなしくもう、シーズン1から、作られきったクールダウンのハリセンを持ったルリトハリセン防護服といったような銀閣が一番安定する気がします。あえてまあ浜の斧なんて作らずに黙ってハリセン作っとくべきだと個人的には思います。まあ、敵の青バフパクってますので、味方の方の青バフのピン出してエンマに青バフ上げてます。まあ、エンマ青バフかなりないときついですので、まあ、拾っておいてくれると非常にエンマとしてはやりやすいのかなというところで上げてますね。もう本当に銀閣に関しては特に言うことがないって言ったらあれですけど、言うことがないんですよね。まあ、1スキが、どっちと同じような形でモーションなく出るようになってますので、まあ、今回だと敵の百目だったりとか毛量ですね、あとはモブだったりとかを超速反射神経で1スキポンって押してあげると、まあ、CC なくしてやることができますが、私にそんなのは無理ですし、2スキタイミングよくやってくぐるなんてのももっと無理ですから、もう基本的には2スキで敵に当てることしか考えていないです。当てて2スキ売ると2スキみたいな、これだけですね。ただ非常にやりやすくなってますので、まあキーボードとクールダウンが使えるんであれば、まあ、と別にぶっちゃけ応援団のキーボードじゃなくても、そこを例えば、アフリカだったりとか、忍び、全然いいと思います。クールダウン 13% マス、まあ娘の部分のとこのクールダウンだけはちょっとやっぱり必要ですので、そこだけはやるようにした方がいいかなとは思いますね。それができちゃえば、あとは青バフと靴で、OK というところいきますね。いやー、地獄点キャッチしたかったんですけどね、ダメですね。まあ、ただ、とは言うても、これだけキルが入っている状況ですので、まあ、このままスノーボールですね、まあ、試合をキャリーしないといけない状況ですので、非常に荷が重いと。あとは銀閣の認識ですね、欲も悪くも、最長射程まで絶対ブリンクしますので、まあ、ジャングリング周回するとき、変なところで打つと、壁をくぐってしまって、おいおいおいってことになりますので、注意しないといけないですね。思った以上にくぐれますので、壁は突っかかることはない、銀閣は壁こすることはないんじゃないですかね、2スキで。なんでなんですかね。結構ブリンク系のスキル、壁こすり多いですが、銀閣の2スキ、壁こすってるとこ見たことないレベルでこすってるところ見ないですね。あとは、ちょっと、まあ、そんなにやる意味がないって言うとあれですけど、銀閣移動のパッシブが移動距離ですので、由来と同じくぐるぐるすればおそらく効くんじゃないかなと思うんですけど、昔は聞いたんですけど、由来のバグが修正されちゃって、また今はまたバグ使えるようになってますけど、まあ、あんまり意味が、カエルチェイスするときにワンチャンそれを活用すれば、一応パッシブのパーセントの割合のダメージがついてきますので、悪くはないとは思いますが、あまり使い道ないかなって気しますね。まあ、今回がこんな感じで、ちょっとビルドが浜尾のを使っちゃって崩れちゃいましたが、まあ、決して弱くはないですし、浜尾のあるおかげで生きている場面っていうのもやはりありますので、なくはないかなって感じですね。ウルトからインして、まあ、絶対戻ってくるのは分かってるんですけど、ちょっときついですね。タワーもらいすぎですね。地獄が下にいますので、まあ、あのまま下のカエルにつなげるのかなというところでリコール叩いています。味方が当たっちゃってるんですけどね。まあ、リコールした側でということでサクッと戻ってますが、なんだかんだ言って地獄点もね、ハンマー持ってれば普通にカエルができちゃいますので、ちょっと判断悪かったかなって気もしますね。そのまま上で押しちゃってもよかったのかなっていう気がします。ですね、間に合わないですね。ただ、まあ、ここ、ブリンクで いるんかなと思ったらいないですし、下側かと思ったんですけど、いなかったですね。と思ったら普通に戻ってましたね、徒歩で。まあ、ああいう茂みですね、いるかなっていうところも、見越してスキルを打つっていうのは大切ですね。特に、まあ近距離ではなくて遠距離色ですね、茂みチェックという形で打っておくと、まあ、万が一あそこでリコールしていただかれますので、いやー、助かった。ここは浜野の、パッシブですね、アクティブじゃなくてパッシブのシールドが出て助かった場面ですね。まあ、ただ、トゥルーダメージですので、本来貫通するんですが、まあ、後続というか、後々2発目のスキルの部分で、浜野シールドが出てくれましたね。なんで、結構シールド値、浜野の悪くはないですから、まあ、防護服とはちょっと違った火力よりの、まあ、魔法耐性が積めるアイテムですね。ただ、防毒と違って、魔法にしか効果がありませんので、ロールでいうヘックスですね。ヘックスブリーンが、正式名称なのですが、と同じ感じのスキル、アイテムですね。ただ中級とは言うても防毒とほぼ変わらないぐらいのお金になりますので、まあ、基本的には耐性積むんだったら防毒が100いいですね。あとは殴り銀閣するんだったらお守りだったりとか、まあ、いろいろ積み方はありますね。猫2スキーくぐっちまえば余裕かなと思ったんですが、ここだちょっとおじさんにはまだ無理みたいですね。これはやれないと思いますね。私一人じゃ誰か来てくれないと地獄見せられますね。いやー、やっぱ難しいんですよね、ニスキタイミングが。ここだって思ってもやれないんでね。いやー、でもやれてもよかったかなと思うんですけどね。ハンマーだけして逃げようかな。死にかねないですね、こりゃ。味方頼む。いやー、猫強いですね、やっぱりね。まあ、しっかりとああいうのでくぐれるようになる、まあ多分銀閣使いの方はあれくぐるんだと思うんですけど、私のなんちゃって銀閣ではくぐれる気配がないですね、全くもって。もう許してください。もう無理ですね、正直な話。もうおじいちゃんですから、タイミング見て押したつもりですけど、うまく押したい、あれですから、無理ですね。もうほんと無理。無理無理の無理ですね。まあ、ただ、もう、見どころは最初の方の、クールダウンの 45% サクッといって、ニスキと、通常攻撃でぐりぐりしてるっていうところが最初で最後の見どころですね。以降はもうお金持ってますので、まあ、金の暴力で適当なプレイでもなんとかなるっていうところがありますね。これ今、いやー、毛量がいい打ちますしますね。当たってないの？え？ちょい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 。いや、無理でしょ。危ねえ。いや、今の当たってなかったですね。あと、絶対的に集団戦の時突っ込むのは全然大丈夫なんですけど、ニスキが、いや、今当たっただろうと思ったんですけどね、当たらんかったですね。あと、唐突にやはり、まあ、今日メンテ日だったんで、まあ、これ、あ、ごめんなさい、今日というか、そのメンテ日に撮ってるんですけど、まあ、メンテ最中結構ラグくなりますね。ただ、まあ、見て分かる通り、ピング値2桁で安定してるんですけど、唐突に100に飛ぶと、おいってなることが結構あるので、ちょっと注意しないといけないですね。なので、銀閣はラグに非常に弱いキャラクターです。あと、ニスキ絶対敵に当てないと、ウルト最中も敵に当てないとマジ意味ないですから、敵に当てないんだったら打たない方がいいまであるスキルがニスキですね。銀閣はもう本当にニスキに全てのステータス振ってますので、必ず当てないとまずいです。いや、ちょっとまずくないが。数負けてますから、めちゃくちゃきますね。ウェイ、フラッシュで続けれない。ちょっと裏側で。いや、きつい。ちょっときついですね。タレット邪魔ですからね。一回帰りますか。いやー、うまいこと、集団戦では固まってる時に2で入って、ぐり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 するのが非常にいいんですが、ああいうこちょこちょしてる時、銀閣微妙な気がしますね。ただ、中国損機だとあれちょっと猛進で突っ込んで全員ぶっ殺してくるんですよね。私はちょっとそこまでは無理ですね。てか、浜の斧が、まあ、一回助けられてるんで、なんとも言えないですが、やはり浜だと、いまいちって気がしますね。うい、これですね、ニスキくぐっちゃいますので、まあ、こういうことになりかねないですから、注意してください。ウルト使っちゃいましたからね。まあ、でもウルトも別にクール長くないですし、覚醒すれば、さらにキルすれば、クールとクール返ってきますので、まあ、本当に延々とウルトでき続けれるような状況が作れるのが、まあ、金閣ですね。銀閣か。まあ、なので、まあ、慣れですね。ただ、ポン押しすると結構変な位置飛んできますので、ニスキはあまりポンしない方がいいと思いますね。まあ、よく私、ポンしてますけど。てな感じで、まあ、一通り説明したよな。もう話すこともねえもんな。またこういう敵のあからさまに魔法を刀の時は魔法耐性積んどくだけでかなり刺されますので、まあ、防毒だったりとかお守りですね。今回だって9000歳以外全員魔法ですから、もう魔法を積むだけで勝てるとは言わないですけど、だいぶイージーに戦えれる試合ですね。とは言うても、なんか序盤キル持った後鳴かず飛ばずでなんかよくわからんことしてますね。もったいないですね。なんかもうちょっとなんかガシガシ敵を削ってキルのアドバンテージを生かした方がいいのかなと思いますが、事故っちゃいましたね。下側に行くと思うんですよね。まあ、上2人ワンチャン通ってくるやつしゃべれんかなと思って、ここ待ちで9000歳が甘えた位置通ってくれたらと思ったんですが、まあ、そのゲーですね。ワンちゃんのまま下に流れてきそうですが、ミニオンのウェブが消えるまでとりあえず待って、これで映りませんので、ここから下側に移動ですね。で、敵側が、まあ、裏に入ってますので、まあ、2対4、2対5か。ちょっときついかなと思いながら、茂み待ちで戻ってきたやつ狩ろうかなということですね。まあ、100目あたりであれば倒せるかなということで、茂み待ちからの100目5ですね。2、1、おい！やりましたね。これやっちゃった。いけるか？いや、無理だ。モブは効いてねえ。しかも、ウルトの効果が。やった。100目頑張る。じゃない。白麗頑張る。いいね。ブリンクする。戻る。1スキあー。惜しかったですね。毛量は持ってけそうでしたけど、1スキが。変な位置出ちゃいましたね。いやー、銀閣ウルト最中でキル絡めないと本当にクールが戻ってこないので、ちょっとさっき私ヘタッピーでしたね。というか、通常から入った後、ポン押しした結果、100目がえぐい位置に2スキ出ちゃったんで、それも良くなかったですね。いやー、やっぱいまいち銀閣使えないですね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ使えないですね。いや、まあ、開幕クールダウンが高回転で気持ちよくできますが、後半がちょっと本当になんか思ったより下手くそですね。いや、浜の鎧だったりとか、まあ、この回復阻害、敵にちょっと阻害が必要かなと思ったんで、まあ、その阻害要素もちょっと入れちゃったんですけど、まあ、モブがいて地獄がいますので、かつまあ9000歳変なアイテム買った結果変なことになってますから、でも最終的にもう耐えれんなと思って、じゃあもう突撃してコツコツしようかなと思って、もう甘えの突撃なんですねこれは。ただまあある程度防御があって HP があればそこそこいけますので、まあそういうのも含めて突撃にゃんからのウェイウェイ来てますね。これ来るんじゃないか、待ってよ。OK ですね。結構金持ってますね。いやモブまで来てますねこれ。いやー待ちたいですけどね。とりあえず一回仕切り直して、まあモブのスキルの範囲に入りたくないんでね、とりあえずいや毛量いいに好きしますね。おいしい。まあ、ウルドがやっぱり上がらないとダメですね、銀閣は本当に。ウルド最中のミスキはめちゃくちゃ強いですが、ウルド切れたときはもうポンコツって言ったらあれですけど、いまいち。私がうまく使えないですね。ただ、下変えるかなってか、まあ、やっぱプッシュ力に難ありですね、これ。白霊がいないと押せない。銀閣、トラキ、ナタですからね、プッシュのプの字もないですよね。ワンチャンエンマが AS にしてればと思いますけど、まあ、AS エンマも結構ね、いやい。危ねえか100目狙ってきますね普通に。まあカエルじゃなくて猫でいい気しますけどね。まあ今回はここから防護服で、まあ、耐性もつけてというところですね。ただここまで敵、あれなのでどうかなと思ったんですが、九戦士が地味に痛かったので仏棒で靴にしてますね。なんだかんだ九戦士腐っても強いですから、レードゲームになればなるほどウルトからの通常めちゃめちゃ痛いので。さあくぐれるか、ここよし。さあ次もいやいらないですね、次くぐれればいいんですけどね、くぐれないときにしょべえですからね、まあ、防護服ですねこれは、赤じゃなくて。ワンチャン終わるとかやめてよこれ。いや終わりかね、まさかまさか終わったわ。いやーマジかよ。丁寧に猫拾ってプッシュして終わろうかなと思ったら、これ私終わりますね。いやー、映れん。やりましたね。まあ、以上、毛量のとか、以上、銀閣の動画でしたが、ごめんなさい。本当に開幕しか何もすることはなく、後半は雑用ですね。ジャングルくるくるして雑用してた試合ですね。いやー、マジか。まあ、全く見どころがなかったですね。本当に。まあ味方が最後決めきっちゃったので何とも言えなかったですが、まああんまりなんかこの動画を見ると後半銀閣クソかみたいな感じになっちゃいますけど、本当は後半も強いキャラクターです。私がうまくないだけです。ただ序盤はクールダウン下げまくるとあんな感じで強いですので、ぜひクールダウンビルドでやってみてください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でバイバーイ。